モンスター13号は、エドガー・ライス・バローズによるアメリカの SF 小説。本校では、東京草原社、合本版、火星シリーズ第4週、火星の古代帝国に収録された、新訳版を基本とする。本作は、魂のない男のタイトルで、オールストーリー千九9 1 3年に掲載された。1929年の単行本化の際、怪物たちに変更されている。 日本語訳は2社から出ている。早川書房版の題名は、モンスターマン。1973年5月31日付で、翻訳は、関口幸夫。挿絵、カバーイラスト、口絵は、斎藤敏夫。東京草原社版の題名は、モンスター13号。草原推理文庫 SF からは、モンスター13号として単独で発行。 1978年12月22日付で翻訳は厚木厚氏差し絵、カバーイラスト、口絵は竹部本一郎。草原 SF 文庫では合本版火星シリーズ第4週火星の古代帝国に併録されている。2002年9月30日付で翻訳は厚木厚氏が新たに行っている。差し絵、口絵は タケベ本一郎の作品が再利用された。早川版、草原版で固有名詞に際が見られる。また、草原版でも、新薬版では一部固有名詞が見直された。内容は、マッドサイエンティストが、美と知性を備えた生命を人工的に創造しようと、試行錯誤するという。 ブランケンシュタイン系の発端から始まるが、主人公はブランであり、人工生命に魂や愛はあるのか、と、苦悩する、主人公の恋と冒険を描いたものとなっている。大学で、人工生命の創造に失敗したアーサー・マックスン、教授は、その残骸を始末した日に、娘のバージニアを連れて、コーネル大学のある伊坂からニューヨークへ旅に出た。タウンゼント・ J ・ハーパー・ジュニアは、駅で、 バージニアに一目惚れし、その行き先を突き止めることを決意する。一週間後、マクスン教授は洋上で船旅に出ていた。当初は実験の失敗を食いていたのだが、次第に名誉欲に取りつかれ、実験の再開を計画する。船旅で、ホンホルーン医と出会ったマクスン教授は、彼を助手にして、イサカ号でパマルーン諸島に渡り、実験を再開する。 人造人間は次々に誕生したが、いずれも知能が低く要望会議であり、十二号の段階に至り、やっと知能の面では改善を見たものの、外見の異様さはどうにもならなかった。しかし、マクスン教授は狂気に取りつかれ、一人娘を人造人間と結婚させようと目論む。織下も三号が誕生し、その美しい顔、金星の取れた巨体に、マクスン教授は驚く。 偶然から一号が脱走。森の中でバージニアに遭遇し、一号は娘を拉致する。十三号はその場に遭遇。格闘の末一号を殺し、バージニアを教授のもとに連れ返す。しかし、教授は死んだ一号を悼んでいた。十三号は娘の美しさに見入られ、バージニアも十三号に惹かれる。教授の狂気を剣をした、ホンホルンは、生来の悪辣さを発揮し、 娘と教授の財産を手に入れようと格索する。ホルンは、純真な13号に、君は、魂のない怪物だと吹き込み、彼に苦悩を与えた。その結果、13号は殺意を抱き、マクスン教授の部屋に向かう。一方、大役族の州長ムダサフィールは、先立手の襲撃の際、バージニアを見染めており、バダドリームに、バージニア誘拐の手引きを要請していたが、 一向に拉致が開かないのに号を癒し、実力行使に出た。この襲撃でバージニアを奪うことはできなかったものの、金目のものを入手する。13号は、マクスン教授は、バージニアの父親だと気を取り直す。そして、大約族と、そして、創造集殺しをしようとした12号ら11体から、教授を守る。ところが、その時、マクスン教授は、 大悪族から受けた不祥的を失っており、全く見ていなかった。その上、不祥のショックで正気を取り戻し、13号以下の人造人間を忌まわしいものとして、像をぶつける。13号は、監視の意味でも仲間を統率し、教授のもとを去った。以後、バージニアは、大悪族や、フォンホルンラの悪人らと、果てはオランウータンにまで狙われ、さらわれる。 13号は配下を引き、彼女を救うべく奮闘する。厚木厚氏の役者後書きによると、タウンゼント・ジェイ・ハーパー・ジュニアは、アメリカ屈指の財閥の御蔵氏である。また、経過した日時や距離が矛盾する部分があり、一部を修正している、と断っている。火星シリーズ第6巻第9巻も、マッドサイエンティストものである。また、合成人間では、 主人公が合成人間の体に脳を移植し、ブランと似た悩みを持つようになっている。なお、1960年代から1980年代にかけて早川文庫 SF で翻訳されたバローズの作品のうち、シリーズもの以外の唯一の作品である。ありがとうございます。